妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、ドイツのティアゴプレミアム中戦車。パンターさんの車体に4号さんの砲塔を乗せた、通称パンター4号さんだね。うむ。マップはエルハルフ、マッチングはティア4から6だね。それじゃあ初動は、北に行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。今日のマッチング、私たちはミドルティアだけど、ティア6の重戦車さんと中戦車さんは、1両ずつしかいないね。うむ。しかも味方のティア6のうち、クロムさんは打ち合い向きの車両じゃないし、となるとミドルティアとはいえ、ティア5がどう動くかが結構重要になりそうだね。そうだねお姉ちゃん。それで最初の動きなんだけど、一番北西に行く敵がいないかの、監視&通行用狙いでいいのかな？うむ。それがいいだろうね。よしよし、ここからならバッチリ見えるし撃てるね。了解だよお姉ちゃん。待ち伏せモードに入るね。うむ。おや、敵の一番乗りはクルセイダーさんか。この私たちを前に開幕突撃をしてくるとはね。ナイスタックルだ妹よ。さすがはパンターさんの車体、体当たりが超強力だよね。うむ。いくら相手が軽戦車とはいえ、まさかこちらは1ダメージも受けないとはね。と、奥に 36.01H3 がいるね。味方さんを狙っているみたいだし、うちに行っちゃおうか。ナイスショットだ妹よ。あわう。リタイ切りを狙ったけど、ダメだったよお姉ちゃん。ドンマイだ妹よ。リタイ切りからの KV-23 の射撃につなげられれば理想的だったけど、ちょっと当たり方がいまいちだったね。さて、味方の重戦車さんたちが到着して、ここからが本番だけど、どう動こうかな？ 36.01H3 が動かなそうだし、左側から右の敵を狙っちゃう？うむ。その案で行こうか。ナイス撃破だ妹よ。このまま T78 さんも取っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。よしよし、いい感じだね。と、奥から撃たれたか。あ、でも、シャーマンさんも見えるね。了解だよお姉ちゃん。あわう。外れちゃったよお姉ちゃん。ドンマイだ妹よ。今のは距離もあったし、しょうがないね。さて、それじゃあ今度は 36.01H3 との、正面対決といこうか。了解だよお姉ちゃん。相手は格上車両だけど、こちらは KV-13 との2対1だもんね。おや、この威力、最終砲じゃないっぽいね。本当だねお姉ちゃん。この単発は、ゲルリッチ砲かな？うむ。ゲルリッチ砲以外の 75mm 砲は使わないと思うし、きっとそうだね。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。それじゃあこのまま敵陣方面に進軍しちゃおっか。了解だよお姉ちゃん。KV-13 が左から行くみたいだから、私たちは右にするね。うむ。固まって動くこともないし、それがいいね。と、ナースホルンに KV-13 がやられちゃっただと？ KV-13 がマップをピコピコしてくれてるねお姉ちゃん。うむ。あのあたりにいるとなると正面突破は難しいだろうし、となれば私たちの出番だね。さあ、ナースホルンさんよ。その姿を見せるがいい。よしよし、あっさり発見だね。ナイスリタイ切りショットだ妹よ。このままどんどん撃っちゃうねお姉ちゃん。うむ。ナイス撃破だ味方さんだね。とと、マチルダさんが来たか。くう、いくら隠したとはいえ、このヘルスで敵はフルヘルスか。ちょっとまずいね。あわう。撃って撃って撃ちまくっちゃうね。くう、味方さんの車線までマチルダさんを押し出そうと思ったけど、横槍が入ったか。あれ、マチルダさん、おかしな方向撃ってなかった？多分こちらの攻撃で砲塔旋回装置が壊れたんじゃないかな。離体も切れてたし、そうなるとどうしようもないからね。と、今度は T28 が突撃してきたか。もうヘルスないからきついけど、やるしかないね。了解だよお姉ちゃん。できるだけ車体正面を撃たせる感じで、頑張るね。うむ。頼んだぞ妹よ。よしよし、ナイスリタイ切りショットだ妹よ。よし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 、ナイス撃破だ妹よ。このヘルスだと緊張感半端ないね。
本当だねお姉ちゃん。よし、ナイス撃破だ妹よ。一ダメ撃破は、お得なのか損なのか、ちょっと微妙だよね。あわう。でも、これで撃破数は5両、自走さんを倒せればトップガンだね。それは大変だねお姉ちゃん、頑張って狙ってみるね。うむ。頼んだぞ妹よ。あわうあわう。外しちゃったよお姉ちゃん。あ、でもリロード間に合っちゃった。ナイス撃破だ妹よ。バトルも無事に勝利だし、いい感じだね。本当だねお姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2700、キル数6、アシスト774、棒ダメ560。スコアは1925でチーム内トップ、初位置バッジにトップガン、鋼鉄の壁、スパルタン、大口径をゲットだね。M バッジにはスコア2000くらい必要なのはわかってるんだけど、むぅ、むぅ、むぅ、あわう。どんまいだよお姉ちゃん。終始は、序盤いつでも重戦車さんと打ち合えるようにって、禁断を入れっぱなしにしちゃってたせいで、ちょっと赤字だね。とはいえ、活躍できたし、いいとしようか。そうだねお姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。